緊急速報です。職業、自称弁護士の男が、名前虚偽罪で指名手配されていることがわかりました。職業自称弁護士の男は、自身のことを、微笑み太郎と名乗っており、周囲を困惑させた罪に問われています。また、本当の名前は、煽太郎、とのことです。職業も、弁護士ではなく、弁護士越しだったことがわかりました。現在も、煽太郎は逃走しており、海外に逃げた可能性も視野に入れて捜査が続いております。おっとここで、この問題を引き起こした張本人、鬼嫁氏の緊急記者会見が始まるようです。この度は、間違いだったとはいえ、微笑み太郎ではなく、煽太郎を登場させてしまい、誠に申し訳ありませんでした。不快な思いをされた方、大変申し訳ありませんでした。とこのように、鬼嫁も反省している模様です。はい、ということで私マガオガ太郎、無人島から泳いで自力で脱出してまいりました。同人ですか。それもこれも皆様の温かい声援があったからこそ。はい、繋いでね。鬼嫁にも涙ってやつか。いや、それお前だろ。皆様の戻ってきてほしいという温かいお言葉、私嬉しくて声変わりしてしまいました。なんでだよ。これには諸事情がありまして。いちいち記者会見開かなくていいから。ということでマガオガ太郎、いや、ニューマガオガ太郎、今まで以上に実況解説に力を入れていきたいと思います。今までほとんど実況してないけどね、あんた。今、何のためらいもなく曰く民をポンが仕草に投げ入れたポンコツ鬼嫁。いや、これはしょうがないんだって、今日はマガオガか。あ、これなんかすごーく怪しくない？え？普通に美味しいけどわー。いや、オイラも取り込まれてるから。卵の黄身だと思って飛びついたものが実は原生生物だった。癒しさ全開だったがためにハマった罠ということでしょうか。癒しさ全開じゃないですよ。あなたも見たでしょう。私完全に投げられてましたから。おーっと、これは記者会見案件ですかね。なんでもかんでもすぐ記者会見開かそうとすんなって。ポンコツ鬼嫁、いわくくを投げる。いやでも、これはどう見ても水まんじゅうにしか見えない。癒しのはこっちだったか。お嬢様。メイリン、あんたどさくさに紛れてそれつまみ食いしてるんでしょ。どうしてそういう思考になる。お嬢様少しは私の心配もしてくださいよ。コウマ館ではパワハラあり。適当な情報流すんじゃないわよ。あ、早く尻尾出してくんないかな。え、それは私に言ってます。私に弱点などございません。それは。マガオガ太郎が数年前に出した CD だ。それは数年前に私が出した CD、全国で販売されたものの、3枚しか売れなかった幻の。全国で3枚って楽にすげえわ。私の唯一の黒歴史と言われている。唯一？この音楽をバックにかけたら段取りもうまくいく気がするなぁ。やめよ。ね、やめよ。うわぁ、また出たぁ。おい、BGM と映像が全く合ってないって。なんですかこれ、15スラッシュってやつですか。任せろ、これとは何点もしてきてる。無理だよ、BGM に全部持っていかれて集中できないって。そろそろなんじゃないですか。いつも真顔で怖がられ、いつも真顔で無表情。ちょっともうやめてもらえませんか。こっちのセリフだわ。お前の歌声聞いてる間にあっさり倒されたセリガラスの気持ち考えたことあんのか。じゃああんな歌声の CD 流された私の気持ちは考えたことあるんですか。すまん。なかなかねっとりとした歌い方でしたよ。フォローになってね。また出たー。私は確信しました。ここは中ボスラッシュステージです。わかりきってることそんなどやって言われても。え、今日爆弾なんか持ち合わせてないんだけど。爆弾なんか持ち合わせてたら怖いわ。さあそろそろ1分を切りましたが。お、あっさり。お茶漬けよりあっさりと。まだ奥にいますよ。大丈夫なんです。時間わかりません。そんなはっきり言われても。果たしてポンコツ軍団時間内に倒せるのか、それとも休み串刺しにされてしまうのか。嫌なこと言うなや。焼き鳥として出荷されちゃう。私は食べる専門なのよ。食べられる専門じゃないわ。誰だってそうだ。リアクミンなら食べられる専門なのでは。はい、ということでポンコツ軍団あっさり9段をクリアいたしました。次はつい20段、葉っぱ仙人の挑戦状最終ステージです。今のところ最初の3ステージぐらいが激ムズだったんですけど、後半になるにつれて優しくなっていってない。私が登場したからね。きっとさすがお嬢様です。はい、始まりました。最終ステージ、いつもの BGM もなく、不穏な雰囲気が漂っています。あれ？そういえばオッチ見ないんだぞ。なんでしょう？今、何か落ちるような音が聞こえました。おーっと、なんだなんだ、何か恐ろしい気配がします。ということで代打、はい、自己紹介して。人見知り太郎って、言います。はい。ダメだよ、人見知りに実況任せたら。ほら、何も喋らんじゃん。てか、オッチンこんなところにいたとはー。ついにレミリアのお母様が急いで回収してやるんだぞ。でも、どうやって？とわー。ま、コメ欄でネタバレされてましたからね。驚きはないです。じゃあ今のはビジネスリアクションだったんだぞ。芸人の世界ではよくやることだ。いいか？お前は芸人ではない。レミリア、大変だ。お母様が見つかった。いや、君なんで画面にずっといるの？あの、どうしたらいいか、わからなくて。笑えば、いいと思うよ。急な言わねた。あ、ごめんなさい、絡まってんだろ。いつまでタコ殴りにする気だ。こいつ絶対邪魔だからやっつけちまおうぜ。やめろよ、危害は加えないって。それは絶対に嘘ね。やめてー。こいつ、こんなに弱っちかったっけ？やだー。あ、もうやめて。動きが完全におねえ。待て待て、倒すまで逃がさないんだぞ。楽しいですか？こんな無抵抗の原生生物にこんなことして。わーい。なんかこっちが悪いことしてるみたいに見えるからやめてよ。実際そっちが悪いことしてるんですよ。いやいやいや、うちら
散々あんたに踏み潰されてきたからね。いやーおい、時間ないんだからジタバタすんなって。なんか無害そうなんで戻ってまいりました。どういう状況ですか？これニュースにしますよ。すいません、ごめんなさい、何でもしますから。これだけ見られるとこっちが悪いみたいに見えるだろうがって。こいつ倒すので随分時間取られてるような気がするような気もしないでもないんだけど。わーん。やっと倒したけど、普通に間に合いませんでした。全然間に合う様子のないポンコツ軍団、果たしてどうするのか。あのロードローラー野郎も復活しております。おいらの丸飲みで行くんだぞ。おーっとお嬢様の母体でもある鬼。なんだこいつ、さっきはこんなんでなかったぞ。アナゴジュニアじゃねえか。鬼を運ぼうとすると出てくるのか。やあやあみんな、さっきはよくもやってくれたね。しっかり根に持っております。ロードローラー野郎、おっちん、もう勝手に運んじゃって。そんなこと言われても運ぶ道がないんだが。なんかおっちんちんぐるぐるしてるんだぞ。まずはお嬢様の救出が先だ。おっちん、くれぐれも引かれるんじゃないぞ。それは約束できない。画面から見えない間におっちんが引かれてペシャンコになってしまうのか。嫌なこと言うなや。だが遠くでぐるぐるしている犬が見える。今回は雨坊主を倒さずに進む。遊ぼうよーみんな、絶対引かないから。全く信用できないのよ。よしおっちん、こっちから近道しよう。護衛は任せた。まさか立場がいつもと役になるとはね。思い出話に花咲かせるのは後にしてもらって。とっつも思い出話なんかしとらんわ。てかまたグロテスクゾーンなわけ。ここ一匹たりとも逃さないんだぞ。副民会の大損かな。はいはい、ちょっと通りますよ。うんうまいうまい。この人ら自由すぎないか。穴塞がないと次から次湧いてくるゴキブリ見たー。ちょ、ここは雨坊主侵入禁止ゾーンなんだぞ。そんなゾーン聞いたことがありません。そんなこと言ってないでここに来るのもたー。こんな狭い場所でどうするっていうのよ。ポンコツ軍団、慌てふためいております。そりゃ慌てふためくだろうが。おいら踏み潰されちゃう。選ばれたのはこいつでした。仲間だと思ってたのに。なんかかわいそうなんだぞ。アメ坊主は本当に私たちと遊びたいだけなのかもしれない。頭の中を花畑かな。あれは撮影向き出しできてるでしょ。この葉っぱどこ運びますかい。運ばなくてよろしい。なんなら今までずっと原生生物運んでたけど、あれも運ばなくてよかったらしい。もご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 。口いっぱい頬張ってるからもごもごしてんぞ。今まで散々喋ってましたけどね。これアメ坊主近くにいる感じ。確かに BGM は近くに感じるけど、これでかき消すか。それ何の意味もない。おい、私の丘頭を吐き出すな。その笛の音を吹くとどうしても吐き出してしまうのはなぜか。丘頭よだれでベトベトになって。これ今結構遠回りしてきてるけど、今どこら辺なんだろうね。いやマップ見ろや、散々言われてるからな。マップ見ろって。もごお前は何も食ってないだろ。歯に挟まってたえのきを食べてます。それでもごもごはしない。うん、うまいうまい。おっちん、そっちじゃなくてこうしてる間にも時間は迫ってるんだからな。さあ残り1分を切ろうとしています。果たして次は間に合うのか。これで間に合わなかったら打つてないんで済むんですけど、その時は諦めましょう。いやここまで来て諦めきれるかよ。ほら道は作ったわ。あとはおっちんが運ぶだけよ。もご無事紫オニオン回収。ポンコツ軍団、無事に紫オニオンの回収に成功しました。奇跡です。奇跡の瞬間に立ち会えたこと、大変嬉しく思います。そこまで奇跡ではねえだろ、実力だわ。見事ジェッタ、主にはもう何も教えることはない。その紫オニオンと先に与えた白オニオンを使うて、これからは己の段取り道を歩んでいくのじゃ。やりましたね。これで紫ピクミンと白ピクミンが楽に増やせますよ。ところで鬼嫁さん、その葉っぱ人なんですけど、やっぱり地上に連れ帰って治療してあげた方が。治療などまっぴらごめんじゃ。わしはここから離れる気はないぞい。もはや自分がどこの誰かも覚えておらん。じゃがそれもまたよしじゃ。わしはここでの暮らしが気に入っておる。放っておいてくれんかのう。今までの葉っぱ人とは事情も異なるようだ。ここは本人の意思を尊重した方がいいだろう。隊長がそうおっしゃるなら、鬼嫁さん戻ってきてください。待て、褒美を忘れておらんか。白オニオンと紫オニオン、ちゃんと持って帰るんじゃよ。わしはずっとここにおるでな。またいつでも修行しに来るがいい。こうして無事に白オニオンと紫オニオンを手に入れた。次回から新しいエリアに進みます。最後までご視聴いただきありがとうございました。